ことに各町内にご挨拶の意味も込めて行われます。一を清めて疫病退散を祈るものということで、お稚児さんもその意味を感じながらしっかりと受け止めながら待っていることだと思います。今日の京都市内はすでに 31.1 度を超える真夏日となっています。このあと38度くらいまで上がるという真夏の中を今波形ごっこがゆっくりと八坂神社の方に向かって四条通りを東へと進み出しました。もみさん、塩田さん、始まりましたね。はい、よろしいな。やっぱあの格好よろしいね。前でこう前をこの前のお二人、うん、これは格好一遍やってみたいなという気になりますよね。これは格好よろしいで。残念ながらね、子供にしかもうチャンスはないんですけどね。おちごさんもそうですけど、その前のあの、はい、あの温度取りですか。温度取り、はい、これもできませんよな。トレーニング積めば、あと塩台さんだったらひょっとしたらっていうところなんですけども、ほんま格好いいですね。モミさん、まあ、女性から見てもやっぱり男性のそういう格好いいですね。やはり今割とね、男女あんまりこう男らしさとかあんまり言わないようになってますけど、はい、うん、こういうの見るとやっぱりもう本当にプレプレしますね。はい、まあ、いよいよ波形ごっこが進んでいきますが、村上さん、この山鉾巡行の意味なんですけれども、はい、どんなところにあるんでしょうか。山鉾巡行の意味ですか。はい、まあ、それはね、間置き君は2つになると思うんですが、1つはあの、みこしに本来の神を乗せて、はい、大体その日本は多神教ですから、あのお祭りをするときにいろんなお邪魔をする。日本の方では波形ごっこが四条河原町に到着したようです。今日はすでに 31.1 度を8時45分の時点で超えている京都市内です。今日37.6 度以上になれば史上最も暑い中での祇園祭りということになります。観測史上最も暑い中での祇園祭りになるかどうか、23の山は都大路をゆっくりと動いています。こちらは妄想山です。巡行6番目、別名たけのこ山とも呼ばれています。そして雪を表すこの綿が添えられています。平山郁代さんの作品「砂漠のラクダ行」を原画にした銅貨幣2枚も魅力です。さらに見送りには墨で描いた見送り、妄想岳総輪像織物の形で2014年に新調した形です。モミさん、こういう白と黒というのを涼しげな感じしませんか。そうですね、さっきすごく豪華なものを今まで見てきたので、こういうのもまたシンプルで、爽やかで素敵ですね。はい、まあ、ここまで鉾もご覧いただきました。山もご覧いただきましたが、村上さん、この山と鉾の違いというのはどんなところなんでしょうか。山と鉾の違いというのは、岩間と山っぽというのは、植木由紀信先生が前に一度解説をされた方ですが、によると五分類されます。で、山鉾、山引き山、かき山、それから笠鉾、それと屋台、これは先ほど言いましたように、山と鉾と笠がですね、神様を迎える、まあ、ツールであるとしたら、はい、屋台が、それをこう賑わかすツール。で、ヤマト鉾は、まあ、鉾は神器が、櫓の一番最下方に入るっていう。山は、山道に松がですね、ちゃんと刺さって、はい、それも草が見落としたので、で、それが大きくなったら引き山なんで、引き山はどうしても鉾になりたいで、鉾を目指したので、山道がなくなって、屋根になって、で、上の網隠しが、まあ、藤原さん、
ですね。遠藤さんどうぞ。はい、四条河原町の交差点になぎなた鉾がやってきました。これまで東を向いていたなぎなた鉾なんですけれども、ここで方向転換を行いまして北に進路を変えます。この方向転換を辻回しと言います。巡行の一番の見せ場とも言われています。今辻回しの準備に入っているところです。そしてその辻回しに使われるのが割り竹なんですけれども、鉾の車輪を滑らせる方向に敷き詰めて、その上を鉾が滑り方向転換を行っていきます。竹はそれぞれの鉾が用意するということで、なぎなた鉾さんは毎年100本から150本ほど用意しているということです。今滑りやすいように竹に椅子が巻かれていました。そして進行役の音頭取りの方も、これまで2人だったのが今は4人に増えています。音頭取りの合図に合わせて車方、引き手、囃子方の皆さんが一体となって、大きな大きな鉾が方向転換を行います。こちら全員の息がぴったりと合わないと辻回しは成功しません。さあ、いよいよ行われます。沿道の皆さんが注目する中、今1回目の辻回しが無事成功しました。これをこの後2回、合計3回行って方向転換をします。たまにですね、辻回しが2回で行われるのを私も見たことがあるんですけれども、こちらのなぎなた鉾では落ち度さんも乗られているので、3回で行うのが良しとされています。藤原さん、はい、藤原様の四条境町の場所には綾笠鉾が今藤原様を無事を行い通過していくところです。ちなみに綾笠鉾を選手役と副主役のお二人、お父さんおじいさんと親子3代で務められました。そして綾笠鉾にはお地蔵さん6人いらっしゃいますが、そのうちの1人も私選手役を務めた山池風太君のいとこにあたるということで、おじいさんは孫2人が仕事を、選手役を務めるなんて夢みたいだと喜んでいました。こちら四条河原町の交差点なぎなた鉾、先ほど2回目の辻回しが無事行われました。この後3回目の辻回しが行われます。さあ、そして鉾の上で乗っているお囃子なんですけれども、これまでは八坂神社の神様に奉納するための渡り囃子だったんですけれども、こちらの辻回しを大江の鉾からですね、戻り囃子に変わっていくんですね。実はリズムとテンポが辻回しを機に変わるので、そのあたりも次の辻回しの時に注目しながらお聞きいただきたいと思います。なぎなた鉾では
お囃子は34曲あるということなんですけれども、こちらの辻回しの時は空子という曲が演奏されています。こちらの空子で徐々にテンポを上げていくということです。辻回しを終えた瞬間とこのお囃子が変化する瞬間も全て計算されていまして、それらがぴったりと合うと気持ちがいいとおっしゃっていました。敷かれています。微調整をしながらこの後3回目の辻回しが行われます。先ほどからお囃子が鳴り響いていますけれども、なぎなた鉾のお囃子、全員で90人ほどいらっしゃいます。その中で当日鉾の上に乗れるのは40人から45人ということです。今年はですね、新しく林方に入られたお子さんが4名いらっしゃるということで、その中には、去年お稚児さんを務められた林健人くん、そして、神室さんを務められたお二人もいらっしゃるということで、今年は林方として祇園祭りに参加しています。2018祇園祭、佐久祭り。